キャスト。皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は820回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは12月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭とメッセージコーナーをお聞きください。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。12月3日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。いい天気ですね。今日の関東地方平野部は晴れて雨の心配ありません。東京の降水確率、午後夜ともに 0% です。北部山沿いでは夕方から夜遅くにかけ雪が降るところがあります。朝は各地冷え込んでいて、さいたま市では0度、東京都心でも 4.1 度まで下がりました。寒かったですよね。そうでしたね。そう、お布団から出た感じとかね、ちょっと水を水道から使った時の感じとか、やっぱり急に来てるなっていう感じがしますよね。そう、ただこの後日中気温上がり、予想最高気温、東京横浜で16度、千葉水戸で15度、熊谷前橋で14度、宇都宮で13度です。昼間は気温結構上がりますね。そうですね。スタジオになります赤坂、現在気温9度なので、この後お昼にかけてぐっと上がってきますね。それでもう12月に入ったということですよね。そうですね。今日が12月3日、あと1ヶ月ということで、もう今年も年納めということになりますが、日曜天国放送は来週12月10日、17日、24日と続きまして、31日も日曜日に当たってるんですが、31日は録音の放送ということになります。お便りが来ています。この方はハワイからなんですけれども、あずきさんという方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。日曜天国は本当に海外にお住まいの方、在留邦人、お仕事や旦那さん、家族の仕事の関係などなどで海外で過ごしているという方が多いんですが、はい、その方たちからお便りがたまに来ますよね。そうですね。やっぱり私たちも海外などに1週間旅行ぐらい行きますと、日本語が恋しくなってということはありますよね。日本のラジオを聞いてくださっているということなんですよね。海外にお住まいの日本人の皆さんに NHK のラジオなどのサービスがありますが、放送がありますが、
やっぱりちょっとね NHK の放送内容では何かこうちょっとそういう礼儀正しい放送では足りないみたいな、そういうような需要を民放ラジオが受け負っていると自負していますがお役に立てているかしらね。そうですよね、やっぱりね、あのいろいろ事情や好きになった人の関係で日本語をあまり話さないところでお住まいになっていてもやっぱりね、日本語で育つと当然やっぱり日本語が聞きたくなりますよね。そうですよね、本当になんて違ったりしてよくわかんない、勝手に一方的に想像してるからあれなんだけれど、ハワイからいただきました。今日はお伝えしたいことがありメッセージいたします、はい、先々週のゲスト雑草の専門家稲垣先生が雑草をクレバーな戦略家とお話しされていました、はい、そうですね、先々週11月19日ですね、静岡大学の稲垣秀弘先生、お話面白かったですよね。面白かったですね。雑草をクレバーな戦略家とお話しされていました。私は名前の一部に草という漢字が入っていて、それは父から踏まれても踏まれても力強くたくましくまっすぐ生きる草のようにあってほしいという願いからつけられたようで、女の子にしては大変珍しいと思います。確かに、そうね、女性の名前で草、そうね、まあ、他に多分文字が入るんだろうけれど、でも私は自分の名前が気に入っています。本当は私のすぐ上にもう一人姉がいましたが、生まれつき病弱で3歳でこの世を去り、下の娘への父の切実な願いが込められたその思いに恥じぬよう常に肝に銘じ律して生きてきました。そうですので、先生が雑草をただただ泥臭く生きているわけではなく、クレバーで合理的で無駄がないと表現されたのを聞いたとき、そうそうなのよと嬉しくなり、なぜこんなにも日々いかに私は効率よく動くかばかり考えている自分に納得しました。自分の名前が誇らしく愛おしく感じました。そんなことを番組にお伝えできたらな、でも非正規リスナーだし放送後だしななど躊躇しながら1週間経ち、先週の放送を拝聴していましたら、フラを習っている女性のお尻パッドパンツの話を聞き、これはもうすぐに送らなきゃいけない運命だと感じました。この人ほらハワイの人だからね、つながりを、そうね、いろいろあるんだよね、やっぱ遠く離れてるとさ、なんかこう心の動きがさピンとくるものがなんかねあるんだろうね、きっとね、はっ、ねこれはこれは送らなくてはならないというね、そう、そうそう、こういうね、偶然のきっかけってのは大事ですよね。そうですよね、そうそう、そうなんです、進行のきっかけなんかも大体偶然が重なりますからね。そう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 ね、あの、そうね、宗教のこと悪く言ってるわけでも揶揄してるわけでもなくね、はい、あのほら急にね、海が割れて道が見えたとかさ、なんかそういう光が光ったとかね、そういうやっぱり、そうそう、そういうことですよ。そうです、これは偶然じゃないっていうね、そう、人知を超えた何かね、自然現象なんかありますとそうなりますから。そうか、偶然ね、ハワイで日本のラジオを聞いてて、自分に関係する話題が続けて出たっていうのがもう、ピカーッて、これはっていうね、そうそう、話が長くなっちゃって。私はハワイでフラの修行をしています。ああ、そうなんですね。ねえ、そうかそうか。フラは伝統文化であり、トラディショナルでありながら、競技として今も進化し続ける稀有なスポーツです。そうそうか、伝統スポーツ、スポーツの類なのね。なんですね。毎年4月にはフラ競技界の最高峰のオリンピックのような大会が開催され、自分で言うのはおこがましいですが、私は今年2023年までに9回出場しています。すごいね、最高峰の大会に9回出場している、はあ、先ほど修行と申しましたのは、フラは単なる踊りではなく、もともとは神様に奉納するものから文字を持たなかったハワイアンたちがコミュニケーションのために使われていたような日常的なものまで様々で、それはまさに歴史であり先人がつないできた文化で、語体と表情を使い物語を正確に表現し伝えるために様々なことを学ばなければなりません、なんとなく、ね、そういう感じは最近皆さんもね、そうですよね、そんなオリンピックのような大会に出る際から、何かの儀式やコンサートなどでパフォーマンスをする際まで、何を隠そう私もお尻パッドパンツを愛用しています。あ、そうですか。あ、そう、
先週も、ね、そういう、ね、お話でしたよ ね、 そうでしたね。ちょっとね、スリムな方がね、そう、お尻のところにね、こうもこもこするような綿入れ、綿の入っているパンツを履いている、しかもそれは私のフラの師匠から、これはあなたの秘密兵器よと言われ受け取ったアイテムで、どんなに技術があったとしても生まれつきお尻がプリンとしたローカルのダンサーと渡り歩くにはお尻パッドパンツは必需品です。話を聞きながら一瞬私のことかと思いました。これをどうしてもお伝えしたかったんです。そうですか、そうですか、ねえ、ハワイからありがとうございます。特にね、年末になってきますと日本が恋しくなることもあるでしょうね、きっとね、それぞれのお住まいのところで、そうですね、日々お勤め励んでることだと思います。どうなんだろう、ハワイに住んでる人はそういうような感傷的にならないかな。どうなんでしょうね、羨ましいですけどね、いろいろあるんでしょうね、あるといえばあるでしょうね、そうでしょうね、私いつだっけな、3ヶ月ぐらい前に山口に出張行った時にずっと行ってみたかった周防大島って山口にあるんですけれど、大きな島がねあるんですけれど、山口の人は皆さん知ってると思って、日本のハワイとかね言われたりするところなんですけど、そこからハワイに移住する方が明治時代大正時代にすごい多かったようで、ハワイ移住博物館っていうのかな、なんかそういうのがあって、そこ一度見ておきたいなと思ってそこ行ってきたんですけれども、本当に島だったんでやっぱり畑田んぼはあんまり作れなかったんですが、温暖なのでね、とにかくたくさん人がいたということで、まあ島で賄いきれなくなっていろんなところに開拓に行くっていう、そういうような歴史のあるところで、そこからハワイにものすごいこう移住してるんですけども、その人たちがいかに苦労したか、いやハワイから戻ってきた人たちが島にどういうことをしたかということがね展示されていて、すごく面白かったですね。いろいろね、今年はハワイも山火事やコロナ明け観光客が戻ってきたことなどなどいろいろねありましたね。さて今日のメッセージテーマこちらです。私の子供っぽいところです。広島市の塩胡椒どうしようさん、50代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の子供っぽいところはおまんじゅうの食べ方です、外の皮と中のあんこを分解して食べることが50を過ぎた今でもやめられないのです。子供はねちょっとねそうやって遊びながら食べますよ ね、上手にこう先にチョコだけ剥いて食べるとかね、なんかそうですね、特に動物型や人型のおまんじゅうへの力の入れ方は半端ありません。例えばひよこ、ひよこね、福岡ね、福岡メーカーひよこ、ちょっとあの、土偶っぽい感じのあるよ ね、 そうですね、ひよこ本舗吉野堂、ひよこ、そこの部分を爪で切り取り線を入れそっと剥がし、すごいねそんなことできるんだ、なんか電池を入れるところみたいなことでしょ、そうですね、お腹からそこの部分を爪で切り取り線を入れそっと剥がし、中のあんこをトン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 と外へ出していきます、出るんだ出るんだ、パクッといくのかしら、剥がしたそこを再び本体に戻し、ほら元通り、でも中身はないと心の中で得意顔、この作業中はここのこの部分には技がいるのだなどと職人気分でやっているのも子どもの頃から変わりません。皮だけのひよこと中のなんとなくひよこの形をしたあんこを並べ、ふむふむと自己満足した後はあんこ皮の順でいただくのも楽しみの一つです。できるんだそんなこと、そうなんですね、すごく今すぐ やってみたいです。いやでき、だいたい崩れちゃうよね、そうでしょうね、ものすごくあれでしょ、食べるとふにゃっとしたひよこってことだよね多分ね、ものすごいふにゃっていう、なんかそうでしょうね、なんだろう、本当に皮っていう感じの皮だよねきっとね、そうでしょうね、薄いよね、薄いよね多分ね、そんなことできるんだ。西日本の人間なのでもっぱら福岡のひよこをはじめ、島根の土壌すくいまんじゅう、ちょっとわかんないな、鳥取の稲葉の白うさぎの経験が豊富で、その道の専門家だと密かに思っているところも子供っぽいところです。愛媛のポエムは丸型や角型とシンプルですが、皮が柔らかめのため皮が破れてしまい、まだまだ修行が必要です。
ちょっとごめんなさい、愛媛のポエムもわからないけれど、ちなみに我が広島のメーカーもみじまんじゅうは普通にいただきます。そうなの。やりやすそうだけど。やりやすそうだけどね、うん、もみじまんじゅう、ね、確かに皮だけになると本当なんかすっかすかの小さいグローブみたいな、なんかもう。あ、そう、面白い。東京メーカー人形焼きとかもできるのかな。そうでしょうね、まあ、人形焼きは、まあね、皮がこうしっかりしてるからできそうだけど、ちょっと福岡メーカーひよこなどはなかなかね。そうですね、うん、皮がすぐポロポロっとこぼれそうですよね。素晴らしい、ね、50代の女性の方エンジョイしてらっしゃる。エンジョイしてますね。うん、あとは鎌倉メーカーのはい、豊島屋、豊島屋のど忘れしました、鳩サブレ、鳩サブレ、そう、豊島屋の鳩サブレね、を半分に綺麗に割ることができるっていう人が前見ましたよね。グラムぴったりで、グラムぴったりでね、確かなんかね、あの33グラムかなんかなんで16と17とかに割るんですよね。そうそうそう、そうで、ほぼ100発100中で半分に割れるっていうね。ちょうど割るところのラインが決まってるみたいなね。そうでしたね、うん、で1枚も大きいからね、割り屋をやりたいっていう、ね、そう、豊島屋本舗はね、強い意志でね、小さいものとか半分サイズを出さないっていうね、経営方針を貫いてて、それはそれで立派だなと思いますけど。そうです、そうです、逆にだから、門前で割り屋っていうね、金券ショップ的なことでね、回数券のバラ売り的な割り屋をやりたいっていうね、話になってましたよね。なってましたね、うん、小分け屋、そうね、いいよね、でもね、いいよね、本来でもそうですね、流通ってのはそういうことだもんね。そう、問屋があって小売り屋があったということで、さらに小売り屋ってことだね。そうかそうか、ニーズに合わせてね、ニーズに合わせてね、確かに、そうですよそうですよ、最近ほら人気の郊外の、またこれもど忘れした、もう全然最近こういう名詞が出てこない。ヒント人気 あの会員証を払って払う問屋型大きなコストコホールぐらい、そうそうそう、コストコもね、ほらなんかあの買ってきて小売りにしてっていう、あの別にそれはルール上おかしなことじゃないということで でね近くの小売店が、ねうん、やってますもんね、やってますね、うん、そうだそうだ、もしかしたら豊島屋の割り屋がね、ダメだよねこれはね豊島屋さんの許可が必要だな。そうです、すいません、そうね、そうそうそう、勝手にすみません、勝手にすみません。そしてこの話はあの豊島屋さんの方たちに伝えないでください。そう、伝えないでくださいね。良かれと思って伝える人いるけど、それ間違いですから。そうそう、豊島屋さんはほらね、自分たちのその経営方針として絶対やらないって言ってることを、こんな全く何の歴史や業績に関係ない全く見ず知らずのラジオ番組のパーソナリティにそんなにいろいろ言われたくないもん、ね、本当です、ごめんなさい、絶対伝えないで。朝霞市からいただきました、白いご飯が大好きさん、51歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の子供っぽいところはスーパーマーケットで現れます。それは山積みのブロッコリーの中から一番良いものを選ぶとき、大きさはもちろん色が濃く紫に近いもの、あ、そうなんだ、つぼみがしっかり閉じているものが欲しい。手に取って戻すのではなく、ざっと目で見渡して見つけ出します、はい、これは主婦歴23年の経験がものを言います。そして君に決めたとポケモンのサトシのセリフを言いながらブロッコリーを手に取るんです。以前は小さい声で言っていましたが、コロナ禍後マスクをしているときは割と普通の声で言っています。このセリフを言うと、自分で選んだこのブロッコリーが一番いいものなんだという満足感があります。キャベツやレンコンの時も同様ですが、やはりブロッコリーがなぜか盛り上がりますね。確かにいいですね、いいね、やっぱ気分が盛り上がるよね。そうですね、自信がある、そう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 、ポケモンのサトシってのはこういうことなんでいいのかな。そうなのかな、分かんないけど、私アジムさん知ってるんだと思った。いや、私もちょっとなんかイメージでやっちゃったんだけどそんなにモノマネできるほど見てないんだけど、なんか雰囲気わかるよ。そうですよね、手袋してるのは知ってるけど、いっぱいあるのかな。そうね、君に決めたっていうことでいいのかな、分かんないけど、どうなのかな、全然違ったら恥ずかしいよ、難しいね。そう、ちょっとね、出会い頭のモノマネは危ないからね。もう見切り発車どころではない。見切り発車どころじゃないよね。もう危ない。もう本当に。出会い頭。出会い頭だから、見切り発車じゃないから、出会い頭だから。全く予期してない。
全く予期してないけれど、あ、私の心の中の解説始めていい？これね、読むの難しいんだよ。え、言っちゃっていいの？いや、こんなやだ、なんかマジシャンが手品の話しちゃうみたいな話なんだけど手品やってるって感じなんだけど言っちゃう？ここで、そして君に決めた、ここ普通に読んだらね全然ダメだから、やっぱりここはあれだよね、うん、清水の舞台飛び降りるつもりで君に決めたとかって言わなきゃダメなんだけど、それは俺が目指してるアナウンサー像じゃないからやりたくないんだけど、仕方ないんだよ、出会い頭だから。そうですよね、うん、もう思い切るしかないよ、ね、思い切るしかない、うん、朝起きたら胸に赤子が抱かれてたみたいなことだから、もうよしよしよしってやるしかないんだよ、仕方ないんだよこれはさ、もうナイスファイト、ナイスファイト、今朝も血だらけだよ本当に失敗したよ、ね、うん、ぐんにゃり、うん、本当ですよ ね、 すよね、うん、自分のしたい仕事ばっかりできるわけじゃございませんよ皆さんからのメッセージお待ちしています。私の子供っぽいところを皆さんからお便りいただいています。中野区のシトラスジューノスさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は今58歳です。今日なんか58歳近辺多いね、50代、50代多いね。そうですね、うん、うん、私は今58歳ですもう世間的にはいい年齢なのですが、昨年あるアニメにハマってしまいました、はい、スパイファミリーです。あ、人気ありますよ ね、うん、ミュージカルとかもねやってますもんね、うん、特にアーニャが大好きで、息子にねえお母さんどうしてもアーニャの T シャツ欲しいなんて言って相当ドン引きされました。そして店頭でようやく探し出したのですが、売り切れ続出で仕方なくネット通販で2枚手に入れ、今年の夏はずっと仕事でアーニャ T シャツを着て過ごしていましたどんな仕事してるんだろう。たまにスーパーに買い物に行くと、小学校低学年くらいの女の子も私と同じ T シャツを着ているのを見て、やや羞恥心が湧き上がってはきましたが、あまりに着倒したせいでプリントされた文字が洗濯で剥がれるほど、私はこの夏アーニャの T シャツを着ました。繰り返しになりますが58です。あら、そうですか、うん、よかったですね、うん、思いっきり着ることができて、そうですね、よかった、うん、ね、ただちょっとね、急にお母さんが急にね、だってアーニャってあれでしょ、5歳とか4歳とかそれぐらいのそうですよね、うん、あの女の子ですもんね、女の子でしょ、ね、ちょっと心配になっちゃうよねなんかね、うん、なんかタガが外れたかなみたいな感じにはなりませんか。まあね、まあ、よそ様がいろいろ言うことじゃないけれど、千葉市のノーベンバーさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。女性の方か。私の子供っぽいところ、それは原付バイクを運転中、信号待ちで何秒両足を上げ車輪だけでバランスを取れるか、最長記録は8秒、後続車から見られても構わない、来年は10秒できるよう頑張りますという。なるほどね、はい、そうそう、自転車とかねそうバランス取ってね、うんうん、危ないからやめた方がいいと思いますけど気持ちわかりますよね。そうですね、うん、川崎市の和さんさん、ありがとうございます。47歳男性の方、うん、以前この番組で中学生の子がおでんを食べるときちくわでお汁をすするという内容のメールが読まれていて、私は天才だと思ってうなってしまいましたそれ以来おでんのちくわを食べるときには私もおでんのお汁をすするようになりました。誰かがいるときにはさすがにやっていませんが、一人で食べるときにはほぼやります。そのままお汁をすするより数倍おいしいのです。今日は我が家はおでんですが、妻がいるので我慢しています。なんかこれ言うね、なんかね、ちくわを、うん、なんかやっぱりこう細いところから吸い上げるとなんか下の味覚がなんか研ぎ澄まされるっていうか、なんかピンポイントで味覚をなんか、まあ気持ちわかりますよね、うん、なんか全体じゃなくてなんかこう局所的にこうなんか味を感じて、はい、よりおでんのお汁、熱いとね火傷しますけどね、確実にね。私の子供っぽいところ、浜松市の神田田さん、52歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。小学校低学年くらいの頃だったと思いますが、友人の Y 君が横断歩道の白線の部分だけを踏んで大股で歩いていました。はい、何してるのと聞くと、お前知らないの、黒いところ踏むと地獄に落ちるんだぜそう言ってきたので、そんなことあるわけないじゃんと答えたものの、妙に地獄という言葉に引っかかり家に帰って悶々としました。
針の山に登らされたり、血の海で溺れたり、鬼に叩かれたりする恐怖を想像してしまい、次の日から私も横断歩道の白線を踏まない人生を送ることになり、もう50年近く経ちますいいねいいね、Y 君の教え。ずっとね。でも言い出しっぺの Y 君は多分大人になって今は横断歩道の白黒なんて気にせず渡っているんだろうと思うと、罪深い男よのと思いますかー。そう、52でまだここね出せないっていう、いや子供っぽいっていうか、いやでもね、これはまたね、これだけやり続けるとまた一つのね、それが理由になっちゃうから。この方もね、だから52まで大差なく人生を過ごしてこれたのは、横断歩道の黒いところを踏まずにね来たからかもっていうふうに思っちゃうと、もう、もうずっとやり続けるしかないよね。そうですね。いろいろね、栄養補助食品とか薬とかね、体にいいなんてものをたくさんいただいて、いろいろ試してるとどれが効いてるのか分かんなくなっちゃって、で今のところ調子いいから全部やめられないっていうことだもんね。あ、そうですね。そう、もうパラレルワールドでやんなかったバージョンを元気が分からないから、分からない、もう50年やっちゃったから、はい、そうです、そうです。群馬県トマトやトマトさん、ありがとうございます。女性の方です。ありがとうございます。私は縁石を平均台のように歩いて渡るのが好きです。はい、誰もいないときはあたかも普通に歩いているかのようにしますが、ついつい手が真横に伸びバランスを取りたくなります。自分のバランス感覚を試したいということもありますが、冷静に考えると50過ぎのおばさんがそんなことをしていると変だよなと思ったりもします。孫でもできたら一緒にできるななんて妄想しています。いいですね。こういうね、女性の方多いんですよ ね、 あ、女性ね、うん、こっちの幼稚園の先生もですね、段差があると必ず登るっていうね、いいんだよねやってもね。そうですね、はい、まあね、ちょっとご迷惑ならない程度っていうことですけど、まあちょっとね、はい、うん、なんかやってみたくなりますよね。そうです、気持ちね止められないですからね。私の中のコマネチみたいなことなのかなそうですよね、私の中にもいますね。いるよね。いや、みんなの中にもいると思う。そうそう、うん、そうなのよ。何かね、こう、うん、ハードル的なものがあったら超えたいとかね、うん、なんかこう直線上に続いてるとそこをバランスととって歩きたいとか ね、 そうですね、なりますよね。私の中の、うん、杉並区お味噌なら花丸大吉さん、ありがとうございます。先ほどちくわでおでんのおつゆを吸うという方のお話がありましたが、私はふきの青煮でお味噌汁を吸うことがいくつになってもやめられませんなるほど、もうほんとくだらなくないふきのストローでじるじると吸うと山菜らしい青臭い香りとお味噌汁の塩味、そして自家製味噌のもろもろっとした残り粒が程よく混じりながら口の中に飛び込んできて、どんなフラペチーノより楽しい味わいですこのためにふきはできる限り長めに切って煮ています。息子も小学生くらいまでは真似してくれていましたがねそうなの。この方だってさ、自家製のお味噌作ったりさ、かなり料理やってらっしゃる方でしょ。 その人がさ、ふきの青煮でお味噌汁を吸うって、それがいいって言ってんの。そんなことあるんですね。本当に本当にそうなのかな。八千草薫さんとかこういうことしてたのかなしてないよね、イメージよね、そんな、してないよね。丁寧な暮らしをなさってるのに、怖い、むしろ怖いって。そうですねねえ、はあ、吉川市の夜中の茶番劇さん、38歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の子供っぽいところは、今の時期の乾燥を生かし上唇を内側に巻くように上げ、リスのように前歯を出し夫に見せることですあるねあるねあるね、あの上唇戻らないやつね、一番上に行っちゃってね、戻らないやつね、笑ったまま戻らない、うん、もしくはね、あれですね、車の、あの窓開けて離しちゃって乾かしちゃってね、うんうんうん、ここ左じゃないって言ったけど戻らなくなっちゃってね一気に乾燥するね、歯茎乾燥するからね、うん、分かりますね夫は毎回優しく歯が出てるよと言ってくれますいい旦那さん、うん、いい旦那さん、うん、
今日初めてこのラジオ聞いてるんですが、メッセージは50歳の方限定なのですかっていうね違うんですよ、申し訳ない。どうしてもね、こういうちょっとすっとぼけた話になると50代が異常に強さを見せるということで ね、 そうでしたね、今週はそうでしたね。そうですね、あの10代の皆さんからも来てるんですけどね、ただやっぱりちょっとね、失敗の勢いが足りないというか目黒区のたぬきさん11歳、の11歳、ありがとうございま す、 います、ね、来てるんですよちゃんとね、うんうん、私はちっちゃい頃から喉が渇くとみかんを食べるので手が毎日黄色になっています。みかんの匂いもします。それが小学校5年生になってもやめられないのですかわいらしい、ね、はい、うん、こういう ね、 ね、10代の皆さんからも来ていますね、うん、子供のリアルな人たちの方が大人という結論でした、ね、良い日曜日を、はい、さようなら。12月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎の日曜天国、12月になりました。大掃除の予定を立てましょう。今日やるのか、明日やるのか、いつやるのか。3度目の掃除機、 TBS ラジオ FM905 AM954。 さて、来週12月10日のメッセージテーマは未だになれないこと。ゲストは清水美智子さんです。それでは来週も日曜朝10時TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。TBS ポッドキャスト。TBS ポッドキャスト、見えない私の聞けば見えてくるラジオ、パーソナリティのブラインドコミュニケーター、石井健介です。この番組は、ほぼ目が見えていない僕に見せびらかしたいものを毎回ゲストの方に持ってきていただいて、僕に見えるように説明をしてもらう、そんなトークプログラムです。毎週月曜日、お昼頃配信予定です。ぜひお聞きください。